こんにちは。こんにちは。ゆだかさん。はいはい。まあね、今コロナで、まあ、全世界の世の中非常にこう厳しい状況の中、まあ、プロ野球も今後開幕がどうなっていくのかであったり、はい、まあ、無観客でやることもちょっと視野に入れつつなんていう情報も出てきましたけれども、はい、そんな中ですね、選手会が医療機関や団体を支援するために、はい、各チームの選手がインターネットのサイトを通じて寄付活動を始めたというニュースがこう、ね、先日入ってきたんですけれども、はい、まあ、各チームの選手会長がチームメートに呼びかけてインターネットで資金を募ってクラウドファンディングのサイトを通じて、基金に寄付することになったということで、はいはい、もう選手も動いているようなんですけれども、はいはい、まあいい働きだよね。ただ難しいのは、はい、もう世の中全体が苦しんでるっていうところだよね、うん、まあそれでその中で寄付ができるのかどうかっていうのがね、はい、これは例えば一箇所被災したとか、うん、そういうわけじゃない、もう国全体になってるから、はい、まあ非常に寄付としたら難しいかもわからないけども、うん、だけどまあそうやって何かしないとね、立ち上がらないとね。そうですよね、うん、だから俺も応援したいと思うし、はい、まあ、頑張ってほしいと思うよね。そうですよね、はい、俺も頑張らなきゃいけないしさ、うん、開幕が見えないっていう中で、うん、まあ、何かできることでもということでこういうふうに声上げて立ち上がって、もうスピーディーにこうやって行動に移して、ね、そうだね、る中で、はい、なんか声を見てしまうとなんかね、私たちの国は、いやいや、もう政府は何をやってんだっていうことだよね。もうね、がっかりした。まあ確かにね、俺らが選んだ人たちだから、もう国民が選んでるわけだから、これはもう仕方ないよ、こうなった以上はね。まあだけど、もうこれを見てやっぱもう正しい目で選ばないととんでもないことになるなっていうのがよく分かった。そうですね、だってマスク2枚支給されてどうするの。いや、どうにもなんないですね。まあどうにもなんないしさ、もうパロディ化してるよね、世界では。いや、もうなって、まあ、世の中はね、日常では、ね、だからサザエさんちはどうすんだみたいなさ、そういう漫画まで出てるしさ。で、まあそれが4月1日だったでしょ、はい、それがエプリルフールかと思ったって、うん、で世界には笑われてるしさ、はい、いや国は笑われる国じゃないけどね、日本っていうのはしっかりちゃんとしてて、ね、もう笑いのネタ提供してるのと一緒だからさ、これ。いや本当そうですよ。で、あれだけ批判が出て、じゃあマスク取りやめるのかなと思ったら本当にもう配り始めちゃっていて、なあ、それで何百億でしょ。そうですね、いや500億とかなんで、それ別のところに何かこう、いや使えるよ、困ってる人はたくさんいるよ、いや本当に、ね、それマスクがないのね、手当とかでね、うん、マスクがないのは確かだよね、不足してるっていうのは確かだけどさ、それ以上にさ、緊急事態宣言が出て困ってる人たちっていっぱいいるわけよ、はい、でなんで救済に回らないんだって、命の方が大切だろうって、それでお金をさ、まあこういろいろ制限を持ってるよね、まあ協力金だとかさ、納付金だとかさ、やっぱいろんなものをこう配ろうとしてるけど、もう一律でいいじゃない、みんな困ってんだからって。その中でもさ、この中でも例えば収入を普通に得られてる人たちもいると思うんだよね、中にはね。そういう人たちが、そういうお金は、まあ、他に回してあげてくださいっていうさ、困ってる人たちにっていう風な、なんか心を動かすようなことができると思うんだよ。これがさ、厳選していくらまで、収入がいくら落ちた人までとかさ、そういう限定してしまうとさ、これはやっぱもらいたい人はたくさんいるよね。いくらもらってようが、それが収入がゼロになったらみんな苦しいわけよ。ね、それは貯蓄がいくらあるかって人の懐はわからないけども、でもなかったらなかったら困る人ってたくさんいるし、だからもうこれ一律でいくらっていうのをバーンと配ればいいのになと思うんだけどね。俺なんかはね。だから阿部さんってさ、はい、俺の郷土の先輩に当たるんだよね。山口県ですもんね。そう、吉田松陰先生って大好きなんだけど俺、はい、
本とかも読んだりとかしてね、多分ね笑ってるよ、何やってんだって、まあ笑ってるって言うんじゃないな、怒ってるな多分、うんうん、どういうことを考えてんだって、もう経済のことよりもまずは命を大切にしろ、命を助けろっていうことだよね。だからここら辺がもう全くなんか軸がぶれてるというかさ、うん、二頭もの一頭も得ずでさ、はい、もうどっちかに絞るしかないんだよ、うね、もうこうなったらそしたらどっちを取るんだって。だから今なんか両方とこういいとこ取りで、国は責任は取りませんよっていう言い方をしてるのが、それがやっぱりちょっともう悲しいというか、いや悲しすぎる、頼っていいんだろうっていう、いや悲しすぎるしさ、例えば協力金ってそうしてもらったところにはね、お金を支払いますよって、それはもうこれは県都道府県でやるみたいなんだけどさ、他の県はお金がないからこういうことはできないでしょうっていう大臣がいる。いや国が助けようよって、お金がないからできないでしょうなんて、そんな言い方ある？いや冷たいというか、いや冷たいっていう、殺しにされてるような感じがしますね。もうね俺はね正気を逸してると思うよ。いや本当に冷静な判断ができてないんだと思うよ。でもこれは民主主義の限界だな。いやなんかそう感じますね。いや俺はねもう多数決制度っていうのがもう限界に来てると思うよ、うんうんうん、だからこういうことになった時にもういろんな意見を聞く、意見がまとまらない、多数決で決める、それが間違った方向に行ってるっていうのが正せないんだよ民主主義ってね。いやだからもうここはもう法律変えてもいいから、強烈なリーダーシップを取れる人が頭に立った方がいいよ。そうですね、あもうね一気に露呈されたというか、もうねなんかコロナが例えば薬などできて、国に、ね、世界的にも日本的にもその収束したとしても、うん、この国の政府とかトップに立つ人たちは国民をこういうふうに見てるんだとか、ダメなんだっていうのがもうなんか爆発しそうですよね。もうね国民を守るとか命を守るっていうのは口だけで、うん、もう世の中がどうなってるかっていうのが全く分かってない。ちょっと表出て歩いてみろって、みんながどういう生活をしてるか今ですよ、ね、あだからもうみんな選挙行かなきゃダメ。これは本当にねこれはまあ選挙活動ではないけども、もう選挙行ってもう本当にいい人を厳選して選ばないと、これからとんでもない世界になるね。やっぱりさ平常に動いてる時って何の気なしにさ野球を見るとかさ、まあ、いろんなスポーツ観戦っていうのはあったと思うけど、だけど早くそういうことが復活できて、やっぱみんなに勇気を与えたいよね。そうですね、あ、うん、だからそれがスポーツの良さですもん、ね、うん、今まで当たり前のように見てた野球がさ、うん、こうやって見れないっていうのはやっぱり一つなんか気持ちが落ちるよね。政府が何もしてくれないっていう中で、そのプロ野球の選手の方たちは自分たちでできることを、自分たちの、ね、そのお金を寄付しようっていうふうに医療機関とかに。本当だね。なんかそういうのもなんか、政府の人もこういうのなんかこういうふうにみんな頑張ってるんだよっていうのもちょっと伝わるといいなと思うんですけど、ね、いや本当ね、俺は声を大にして言いたいよ。もうね強烈なリーダーシップを誰か取れって。でもうねこういう非常事態宣言あれしてたらさ、もう法律だとなんとかっていうよりももう命を守る法律を作れって、すぐに。そうですね、うん、そんなね法律に縛られてる場合じゃないよ、本当大変なことになるから。うん、だから俺さ最近考えるのはさ、はい、お笑いの人たちってすごいなって思うのはさ、はい、こういう暗くなった時でもさ一瞬でも忘れさせてくれるようなお笑いを提供してくれるじゃない。だからお笑いの人たちのパワーってすごいなって最近感じるよ。特にね余計に感じる。でもさ何もしない平日の時って、はい、やっぱこうコロナのことばっかり頭にない。いやあります。だって SNS 見てももうコロナでもうなんかネガティブな言葉だったりが余ってるし、平日例えば家にいて、あ自分何やってるんだろうとか、
思ってしまったり、どん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 ネガティブっていうか、どよんとしていきますよ、気持ちは。そうだよね。だから一瞬でも忘れさせてくれるさ、お笑いだとかさ、なんか心を和ましてくれる芸術だとかさ、まあそういうものってすごく尊いなと思うよね。まあこうやって見てもらってる方々がね、一瞬でもそういうことが忘れてもらえるような、まあそういう頑張りをね、我々も気をつけてるけど、こうやってね、ネットつないで、ね、私たちのこの YouTube でこうなんか皆さんが一瞬でもなんかね楽しくなってくれたり、一瞬でも忘れて、あ、野球ってそうだよな、いいよな、あの時代そうだったなっていうふうに思ってくれるのも嬉しいですし、なんかそのコメント欄で、なんか一緒に、あ、この企画面白かったですねとか、この年代自分もそういう風に感じてましたなんていうコメントが、逆に私たちもすごく、あ、また頑張ろうっていう風な、まあ勇気をもらえるよな、すごく皆さんからももらってるので、本当見てくださる皆さんもすごいありがたいなっていつも、まあそうだな、もうみんなで本当にね、心一つに頑張るしかないし、ね、まあいつこのコロナが明けるのかどうかわからないけど、だけどみんなが力を合わせたら絶対できるしね。で、今感染してる人たちは必ず帰ってきてくれるっていうふうに信じてね、うん、まあ頑張りましょうよみんなでね、頑張りたいですね、はい、頑張りましょう、はい、はい、はい、そういうことでした。